にいただけませんのでご了承ください。そしてこちらのイベント座ってのご観覧のみとさせていただいております。立ち見ご希望のお客様は随時最後列からのご観覧にご協力をお願いいたします。最後列以外のお客様はですね、しゃがんでのご観覧にご協力をお願いいたします。そして皆様から向かって左側のあちらの壁にはですね、3回目が映し出されております。あちらでトレーニングもご観覧いただけますので、ぜひそちらもご覧いただきながらイベントの方をお楽しみください。さあ、それではイベントのお時間となりましたので、ベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを行っていきます。皆様最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、まずはですね、ベルーガについて簡単に説明していきたいと思います。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。体の色が真っ白なことから別名白イルカとも呼ばれています。さあ、そんなベルーガたちをですね、現在名古屋港水族館では4頭飼育しています。そんなベルーガたち、今回は2頭参加してくれますので、まずは1頭ずつご紹介していきたいと思います。さあ、まずはじめにご紹介いたしますのはメスのベルーガでグレイと言います。さあ、上からやってきてくれますよ。こっちだよ。こんにちは。さあ、グレイ胸びれを振って皆様にご挨拶です。こんにちは。さあ、そしてグレイにはですね、体中に模様があることが特徴です。そしてベルーガたち、このように首を自由自在に動かすことができます。そして縦だけではなく横にも動くんです。さあ、グレイとっても上手にご挨拶することができましたね。さあ、お次はですね、メスのベルーガでナナに登場してもらいましょうか。さあ、ナナも上からやってきてくれますよ。こっちだよ。こんにちは。さあ、ナナも胸びれを振ってご挨拶です。さあ、そしてそんなナナ、現在妊娠をしていて、お腹の中には赤ちゃんがいるんです。皆様、ナナのこと温かく応援してあげてくださいね。さあ、そしてベルーガたち、プル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 、口がよくプルプルと動くんです。口元とっても柔らかいんですね。さあ、この口元が柔らかいということが本日のイベントのポイントとなってきます。よいしょ、プルプルプル。さあ、皆様、口元が柔らかいということを覚えておいてくださいね。さあ、ナナもとっても上手にご挨拶することができましたね。さあ、ベルーガたちはですね、魚の他にもエビやカニなど約50種類から100種類以上もの生物を食べていると言われています。さあ、その中にですね、イカナゴという魚が含まれているのですが、皆様こちらのパネルをご覧ください。さあ、ベルーガたち何やら海底を気にしていますが、こちらの海底にはイカナゴが隠れているんです。さあ、砂の中に隠れているイカナゴ、一体ベルーガたちがどのようにして食べているのかというのを今回はご紹介していきたいと思います。さあ、ですがですね、実際に砂とイカナゴを水槽の中に用意するわけにはいきませんので、今回は実験装置を使ってご紹介していきたいと思います。さあ、それでは実験装置を上から下ろしてきてもらいましょう。さあ、上からゆっくりと降りてきますよ。さあ、そして繰り返しのご案内となりますが、最後列以外のお客様はですね、しゃがんでのご観覧にご協力をお願いいたします。さあ、上からゆっくりと降りてきましたが、こちらの筒の中にはシシャモが入っています。さあ、このシシャモ、失礼いたしました、この筒の中に隠れているシシャモを砂の中に隠れているイカナゴだと見立てて、今回は実験を行っていきます。さあ、それでは早速ですね、グレイから上にやってきて食べてきてもらいましょうか。さあ、一体どのようにしてベルーガたちが魚を食べているのか、ぜひ口元にご注目してみてくださいね。さあ、グレイ早速食べ始めてくれました。皆様、一体どのようにしてグレイがシシャモを食べているのか分かりますか？
さあ今口元をフーフーとしてくれていますが、さあ今グレー実はこれ吸ってシシャモを食べてくれているんですね。なんですが吸う前にしていることがあります。それが皆様何か分かりますでしょうか。さあグレーも気が済んだようなのでウェイと帰っていってくれました。まだね半分くらい残っておりますので、今度はナナに食べに来てもらいましょうか。さあナナも食べに来てくれてますね。さあ吸い込む前に一体何をしているのか皆様はお分かりですか。さあ今実はこれナナ味噌を吹き出してくれているんですね。筒の中に水を吹きかけて魚を舞い上がらせ、舞い上がった魚が口元に近づいてきたところを吸い込んで食べてくれているんです。さあ先ほどねナナの口元とっても柔らかそうだったと思うんですが、ベルカたちの口元を私たちと同じ人間のように口元すぼめることができるんです。さあこのように口元をすぼめて水を吹きかけて食べてくれているんですね。さあナナも上へと帰っていってくれましたので、筒は上に上げてもらいましょうか。さあベルカたちの口元がとっても器用なのが伝わったのではないでしょうか。ベルカたちの口元は柔らかい筋肉でできているんですね。さあ今度はですねこの口元を使ったバブルリングという種目にグレイに挑戦してもらいたいと思います。さあそれでは早速ですねグレイに上にやってきて上から送ってもらいましょうか。さあこっちだよ。さあやってきてくれました。グレイ準備はいいかな。グレイ準備はいいかな。さあ準備いいみたいです。さあ行きますよ。よっよいしょ。ちょっと遅かったかな。よしもう一回行こうか。さあとっても綺麗なものができましたね。じゃあ今度はこっちの左側のお客様にもお見せいたしましょうか。よしよいしょ。さあとっても上手に作ることができましたね。それではたくさんトレーナーに褒めてもらいたいと思います。さあ今度ですねベルーガたちの鼻が一体どこにあるのか皆様はお分かりですか。ベルガたちの鼻、ここの頭の上にあるんです。今度はですね、この頭の上にある鼻を使ったエンジェルリングというものに挑戦してもらいたいと思います。さあ今度はナナがやってきてくれますよ。さあこっちだよ。よし、じゃあ息を整えてちょっとずつちょっとずつ下に下がって、よし、いいね。さあ行くよ。よいしょ。まだまだ上手にできるね。よいしょ。さあとってもツルツルのものができました。でもまだまだ上手にできますよ。よいしょ。さあ上手ですね。じゃあ一体呼吸をしてもらいましょうか。よし、いいね。じゃあもう一回ちょっとずつちょっとずつ下がってね、いくよ。よいしょ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 。さあとっても上手なもん作ることができましたので、これでベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを終了していきたいと思います。皆様最後までのご観覧誠にありがとうございました。バイバーイ。それではですねベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを終了していきたいと思います。ご使用になられたマットは元の位置に戻していただきますよう皆様ご協力をお願いいたします。